データイースト、データイースト株式会社、データイーストコーポレーションは、かつて日本に存在したゲームソフトウェア開発会社。福田哲夫が東海大学工学部を卒業後に就職した測定機メーカーが高専重式のエレメカを開発した。そのことでアーケードゲームに興味を持ち、独立して創業。当初はアーケード部品の下請け製造を行っていた。 データウエスト社のような会社になることを目標とし、データウエストは西に対し東にある会社ということで社名が名付けられた。日本企業のデータウエスト社とは無関係である。デコ、デコ、データイーストコーパーションの略の愛称を持ち、デコゲート、越される独特な世界観を持つ個性的な作品を数多く輩出した。また、デコのロゴも存在しており、 こちらは1992年まで使われた、以後は海外で使われているでを模したロ後に統一。1980年には業界初のカセット交換によるゲーム入れ替えを可能とし業務用システム基盤デコカセットシステムを発表した。同じシステムが様々な会社で現在も使われている。ゲーム以外の領域でも画像伝送装置、 NTT ドコモの衛星電話、ワイドスター用データ通信アダプター、救急車用心電図伝送装置といった情報機器の開発、シイタケやガスマスクの販売、反則戦隊、デコレンジャーなど独自路線を走っていた。自社広告にあった変なゲームなら任せとけ。お筆頭にゲーム中のサーウシが空手道、熱くて死ぬぜ、ならずもの戦闘部隊、ブラティウルフ、 我が前に、敵は、なし、チェルノブタ多数に使われ、データイーストのキャッチフレーズの代名詞とも言われる、いきなりクライマックス、エドワード・ランディ、アデス型三強男の勝負剣、トリオザ・パンチと読む、トリオザ・パンチ、流体時はもう飽きた、メタルマックス等、独特の異性の良いセリフや、キャッチコピーが多い。デコゲーの一般的イメージは、変で大味。 完成度はともかく発想は他に類を見ないと、独自性に限って言えば、同時期のセガやナムコにも引けを取らない強烈さを持っている。他にこびることのない極端に渋いテイストを持つゲームも多く制作し、その作風は多彩である。変なゲームならのキャッチコピーを考えたのは増田商事、マスダ・シ開発担当者たちは他の企業と同じく大真面目にゲームを作っていたため、 このコピーに我々のゲームのどこが変なのかと踏んがいていたらしい。ゲームのイベント会場で行われた戦隊商風の興業である。その内容は何の前触れもなく登場。反則が目的のはずなのにゲームの宣伝を一切せずに帰っていくというものだった。これに関して100万円単位の予算があっさり通過し、デビュー直前の会場で社長、 またやってしまいましたと、自己承諾で行われたとされる。また、社長自ら、わしも出たいと言い出したとも伝えられる。1986年に、アメリカ・入りのイ州シ,シカゴにデータイイーストピンボール社を設立し、業務用のピンボール機製造も行った。日本のデータイーストは、日本国内での輸入、販売を担当した。同社のピンボールは、通称、デコピンと呼ばれる。 発足にあたって、旧スターン社の創設者の息子、ゲイリー・スターンが、ジェネラルマネージャーとなった。マシンやゲーム内容は、旧スターン社の伝統を受け継いだというよりも、ウィリアムス社影響を強く受けていたと言える。そして、ウィリアムス社に対抗すべく独自の技術やシステムを、積極的に取り入れていった。スターンらは、特に、ピンボール台の耐久性やメンテナンス性を上げるための、 研究に重点を置き、プレイフィールド面の耐久性の向上なども言っていた。1989年には、フリッパー用コイルの過剰な消耗の原因となる、過電流やチャッタリングを抑えるためにフリッパーボタンのオンオフをデジタル化したソリッドステート方式フリッパーを開発し、ローボカープ、ロボコップで採用した。また1年間のコイル交換不要保証を開始。 もしコイルが焼けてしまった場合は無料で交換するとしていた。これによりフリッパー用コイルの寿命は飛躍的に伸びることになった。1994年にデータイーストピンボール社はセガのアメリカ法人に売却されセガピンボール社が誕生した。その後社長だったスターンが株式を買い取り、現在のスターンピンボール社となった。この日本資本をルーツとする会社が 世界で唯一減損するピンボールメーカーとされる。1998年にアーケードゲームから撤退、コンシューマー事業に絞り込むも、負債33億円で1999年11月に和議申請、債務の75%カットなどを条件として2000年7月に和議認可となった。同社はゲームとは無関係な副事業に手を出しており、 以前に椎茸栽培、パッケージには、同社論をありに手を出して失敗したこともあった。さらにマイナスイオン発生装置などの新事業で再建を図ったが、2003年4月下旬東京地裁に自己破産を申請し、同月末をもってすべての業務を停止。同年6月25日に東京地方裁判所から、破産宣告、7月7日付の官報に掲載された。 折しも当時はゲーム業界の変化で複数の著名なゲームメーカーが淘汰されていった時期であり、1998年にはコンパイルが和議申請により事実上の倒産、その後2002年に会社解散、2003年に破産、データイーストの経営破綻と同時期の1999年11月にはヒューマンが和議申請、2001年にはネオジオに 自社作品を供給するなどの提携関係にあった SNK が破産に追い込まれている。2004年2月、データイーストのゲームに関するライセンスを携帯電話コンテンツ開発会社の G モードが取得した。2007年9月、データイーストが保有していたゲームコンテンツのうち、ロボコップ関連タイトルの知的財産権を D4 エンタープライズが取得した。 それ以外の保有していた特許については、福田家の資産管理会社、タクトロン株式会社に上渡。タクトロンは、その保有特許を侵害されたとして、任天堂を数回提訴したが、いずれも棄却されている。なお創業者の福田哲夫は、現在、2015年に自らが設立した株式、会社メトロネットの代表取締役を務めている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。